高嶋ちさ子、旦那が浮気したら褒める自身の影ちらつき、夫に誰も手出さない。バイオリニストの高嶋ちさ子が20日都内で行われた高野由里ビューティークリニック新 CM 発表会に出席。もし自身の夫が浮気したら激怒するのではなく、ちょっと褒めるかもと明かし、いつものキレキャラとは程遠い発言で報道陣を驚かせた。高嶋はその理由について、それくらいない気な人、外にも出ない人なので、友達増えたんだって思うくらい、友達が私だけなのでかっこ笑いと笑い飛ばした。同席した高野由里が不倫するのは奥さんに何かが足りないと話すと、すかさず高嶋がそんなこと言ったらうちの旦那の方が足りないものが多いと不満爆発。しかし素敵な旦那さんじゃないですかと言われると、よく言われるんですけど、後ろに高嶋ちさ子がいると思うと誰も手を出せない、かっこ笑いと明かし、自身の影響力の大きさに苦笑していた。イベントでは6億円と言われるストラディバリウスのバイオリンで声演奏を披露する場面もあった。 CM は2月26日から全国で放送される。